いこさん、49歳になりました。カウントダウン、50歳ですね。この1年も変わらずに突っ走っていきたいなと思いますけども、最も力を入れたいのが、パパ活ですね。パパ活といっても、若い女の子とちょっとレッチなことをね、したいなということではなくってですね、大和くんのパパとして、しっかりとした子育て、活動ができればなと思っております。毎日ね、午前中はいろんな山々、川、町、ショッピングセンター、商店街、こういったところをね、大和くんと歩いて、いろんなことに挑戦しております。この前はね、バスを一緒に見て、それで、タッチ、タッチってやってね、ハイタッチをできるようになりました。大和くんも私に続いて1ヶ月後は2歳の誕生日を迎えます。令和元年11月11日ですからね。その中でね、やっぱりこう私よりも先にもうお子さんをお育てになったいく子さん、そのアイドルいく子さんからバースデーメッセージと、あとね、かぶり物してのバースデーソングいただけて、本当に嬉しいなと思っております。思ったよりも嬉しいですよ。やっぱり YouTube をしている方から、それがね、多少私の影響もあって YouTube を始めた方からこうやってメッセージをいただけると、なんか自分にもできることがまだまだあるんじゃないかなと思いながら、張り切った気持ちでね、新しい一年を迎えることができます。本当にいっこさん、ありがとうございます。これからもね、お互いにいろいろと学び合いながら、励まし合いながら、いたわり合いながら進んでいければいいなと思ってます。こすっからい世の中ですけども、だからこそアイドルいっこさんみたいな方が必要なんだと思いますし、その中で私もちょっとだけね、協力できればこんなに嬉しいことはありません。はい、じゃあ改めてよろしくお願いします。この度はありがとうございました。